よいしょ、こんな感じにしてみました。大好きなコーディネートなんですけど、インディゴブルーのデニムをセットアップで着てみました。この中にはこんな感じで週赤っぽいニットを着ています。私はもうインディゴブルーにこの赤の組み合わせがすごく好きなので、秋冬になるとね特にする色の合わせ方なんですけど、やっぱりねこういうちょっとフレンチっぽい雰囲気が私は好きなんだと思うんですよね。はい、なので今回もちょっとねこういうコーディネートをしてみたんですけど、長く私を知ってくださっている方は私といえば多分ニットのねイメージがあるのかなと思うんですけど、私ニットがとにかく大好きで、今回なんですけどねこのニットを使ってルックブックを撮ってみたいと思います。このニットがね14色展開あるんですよ。私が特にわこれ好きってなったカラーをご紹介したいなと思っています。ニットって割とこう高くなりがちなんですけど、このニットがプチプラな価格でゲットできるので、その点でも皆さんにすごくおすすめしたいなと思っていて、あとこのニットだと家で洗うことができるんですよ。静電気でパチパチない機能もついているので、まあ、とにかくこの価格と機能とデザイン性とすごくいいので、ちょっと今回皆さんに秋冬が本格的に始まる前におすすめしたいなと思っています。という感じで早速1着目に選んだカラーがこちらのちょっとオレンジ味のある赤で、シュー赤っていう感じかなの色になります。髪を切ったからか、なんかよりねこういう赤っぽい色が映えるようになったというか、私の今の気分にすごいハマっているんですけど、で靴はこんな感じで黒のブーツを合わせました。あれこれせずシンプルにこうシュッとまとめたいなと思ったので、これぐらいのね黒のブーツを合わせてみました。でバッグは茶色のバッグを合わせてみました。黒のバッグとかを持って綺麗にねまとめるのもいいかなと思ったんですけど、茶色を入れると程よく柔らかさが出て抜け感が出るかなと思ったので、今回はね茶色のバッグを合わせてみました。小物類はこんな感じでゴールドのねフープのピアスをつけています。本当にこうさっぱりとこのインディゴブルーと赤の組み合わせのコーディネートをしたかったので、アクセサリーもこれぐらいの小さなピアスにして、指輪こういう感じでゴールドでまとめてみました。前回のルックブックの時に全部のコーディネートでこれつけていたのに、全部のコーディネートで指輪はって紹介していて、今回もちょっと全部ねこの指輪なので、今回はそこを省こうかなと思ってますはい、です。あ、そうで、あとねこのリップもニットの色に合わせてちょっとパキッとした赤にしました。フレンチっぽくリップを見ました。今思ったけどメガネとかしてもよかった、こっちでもよかったかな。私ね分かった、多分シュー赤とかそういう赤系のものを着るとメガネをかけたくなっちゃうんですけど、とりあえず今回はこのメガネなしにします。ということで長くなった、次に行きたいと思います。はい、こんな感じで着てみました。ブルー系統でまとめたコーディネートにしてみました。私は結構ブルー系が好きで、その中でもこういうブルーがあると絶対選んじゃうんですよね。なので今回もこのちょっと鮮やかな水色を選んでみました。で今ねこれの中にはデニムシャツを着ていて、この色の合わせがすごく私的にはお気に入りで、袖からちょっとチラッと見せてちょっと切り返しっぽい感じになるように着てみました。ちょうどねこういう感じでちょっと切り返しデザインみたいになっていて可愛いなと思って今こういう合わせをしています。この合わせをねしたいって思ったんですけど、私がね合わせているデニムシャツがちょっと硬さがあるようなデニムシャツなので、中に着ると着ぶくれ感が出ちゃうかなって思ったんですけど、このニットのリブがすごく綺麗で、こうやって見える、こうやって見えるか、縦と横でねリブが分かれてるんですよ。このね切り返しがすごくメリハリが出て、この中に着てもあ着ぶくれしないからいけそうって思って思い切って着てみましたと思って今喋ってるんですけど、大丈夫かな、大丈夫だよね、はいで下のパンツはデニムパンツを合わせました。青系統でまとめたいなと思ったので、ちょっと薄い色のねデニムパンツを合わせてみました。こういうブルーでまとめるとかいうコーディネートが好きなので、今回はちょっとそんな感じにしたんですけど、で靴は黒色のブーツにしました。
薄色のデニムパンツだったりとか、この上のこの感じとかもボーイズ感というかカジュアル感があるかなと思ったので、靴は黒色のブーツとかを合わせてちょっとかっこよさというかエッジさっていうんですかをプラスするとまとまるかなと思ったんで、ちょっとそんな感じでねこれは着てみましたです。で、小物類ですね。小物類はかっちりしたバッグを合わせました。さっきのね靴と同じなんですけど、やっぱりコーディネート自体はカジュアルな印象になったので、なんかバッグはちょっとこういう感じで締めようかなと思ってかっちりめのものを合わせてみました。やっぱ私は結構この色合わせが好きだな。なんか本当にちょうど袖に特徴のある感じになったんですよね。はい、そんな感じです。ということで次に行きたいと思います。よいしょ、こんな感じにしてみました。このコーディネートは私好きなんですよ。というより、なんだろう、新鮮かなみたいな感じで思っているコーディネートなんですけど、このコーディネートにはイエローのニットをね選んでみました。まあ今と赤と青、まあターコイズと黄色と着て信号カラーで全部カラーが今並んでるんですけど、今紹介したこの3色はすぐにこれがいいって選んだカラーなんですけど、もうそれぐらい本当にカラーのニットがすごく可愛くて綺麗なんですよ。で、このニットにはベージュのパンツを合わせてみました。このベージュとこのイエローで合わせてみました。ベージュのパンツなので合わせるものによっては結構落ち着いたね感じのコーディネートにもなるんですけど、このイエローと合わせると綺麗め感があるんだけど少しキャッチーな感じの要素がプラスされるので、私がすごく好きなバランスで着れたかなと思います。今回はこうベージュを合わせたんですけど、濃いめのブラウンにこの色とかも絶対可愛いなと思っていて、ちょっと私濃いめのねちょっとパンツとかがなかったから今回できなかったんですけど、もし持ってる方いたらその合わせも絶対可愛いと思います。で、その中に今回はこんな感じでボーダーのねタートルを合わせてみました。こういう感じでちょっと見えるんですよ。可愛いですよね。なんかこの合わせ方もすごい可愛いなと思って新鮮で気に入っています。こういう風に重ねた時もこの襟の高さがちょうどいいんですよね。本当に絶妙な高さなので重ね着スタイルもすごくしやすいです。この高さがいいですよね。やっぱ首元も綺麗に見えるし、そうそうそう、なんかスカーフとかがあったらスカーフとか入れても可愛いと思うし、それこそさっきから推している茶色と黄色のバランスで茶色のスカーフとかをここに入れてもなんかかっこいいんじゃないのかなって今思いました。茶色のスカーフあった気がするな。なんかねこれと合わせたら今すごい可愛いなって思いました。はい、まあいいや、それは置いといて。で、あと靴は茶色のパンプスを合わせました。最近ねちょっと茶色合わせが好きというか、なんかこう茶色で少し締めるのが今までしてこなかったからなのかな、ちょっと新鮮で好きなんですけど、今回はちょっとそんな感じでブラウンのねブーツを合わせてみました。で、バッグは黒のエナメルのバッグにしました。で、こんな感じで持つといいかなと思ったのでこんな感じにしてみました。このニット、ワンちゃん用とあとキッズ用もあるんですよ。なので親子でカラーリンクコーデができるんですよ。ぜひね、そういった感じで楽しんでもらってもいいのかなと思います。ということで次に行きたいと思います。はい、おー、こんな感じにしてみました。このコーディネートは私が大好きなピンクコーディネートをしてみました。といってもいつもよりも淡めのねピンクを今回は選んでみました。それにこの薄ピンクのジャケットを合わせてみました。今まで紹介したカラーはパキッとしたカラーがねずっと続いていたかなと思うんですけど、カラーコーデ挑戦したことないけどちょっとカラーを取り入れたいなみたいな方はこの色だとね取り入れやすいのかなと思います。本当にイメージはいちごミルクみたいな感じのピンクなので白感覚で取り入れやすいので、ね、これは着やすいのかなと思います。このコーディネートはちょっと頭も前髪残しのハーフアップとかにして、上半身は甘い感じの雰囲気のコーディネートにしたんですけど、だけどやっぱり甘すぎるのは私はね照れくさくなってしまうので、下のパンツは黒のデニムパンツを合わせました。この黒のデニムパンツも黒って言っても真っ黒ではなくてちょっとヴィンテージ感のある汗った感じの黒なので、この上のね甘めな雰囲気をこのパンツでちょっとカジュアルダウンというかバランスが取れるかなと思ったのでこんな感じでまとめてみました。で、靴もローファーをね合わせてみました。色味とか上半身の雰囲気はちょっと甘い感じなんですけど、ジャケットもショート丈だったり、このニットもここがねスッと綺麗に見えて華奢見えするんですよね。なのでサイズ感が
がやっぱりこうキュッとコンパクトに見えるんですよね。なので上からこれ着た時もこの見え方とかはすっきりとした印象になるかなと思うんですけど、バッグもねこういう感じで小さめのバッグを合わせてみました。なのでこのコーディネートはカラーとか、まあ、こういう髪型とかはガーリー要素のある感じなんですけど、全体のサイズ感をこうミニマムでキュッと小さめにしたので、ちょっとそこで大人っぽさが足されたかなと思っています。今までしなかったような組み合わせなんですけど、新鮮でこのコーディネートも私すごく気に入っています。なので本当にねはっきりとしたカラーもあれば、カラーだけどくすんで落ち着いているような色もあるので、好きな色だったり似合う色が見つけやすいのかなと私は今回ね思っています。という感じで次に行きたいと思います。よいしょ。これはですねスカートコーディネートにしてみました。カラーがね続いていたんですけど、今回はこの黒に近いグレーのカラーをね合わせてみました。でこのニットを黒のレザーのスカートに合わせました。今まではインスタイルが続いていたんですけど、今回はねこんな感じで出して着てみました。スカートもフレアでレザーなので、重ためのねスカートなので出して着るとバランスが取りづらいかなって思ったんですけど、やっぱりねこの身幅とこの着丈の比率っていうのかながすごくね計算されているので、こんな感じでね出して着てもバランスが取りやすくて綺麗になったので、最初ねインで着ようかなって思っていたんですけど、出して着ても可愛いなと思ったので、このコーディネートは出して着てみました。ちょっとねモードっぽくなるような感じでこれは着てみました。で靴も黒でまとめたいなって思ったので、黒のロングブーツを合わせました。ロングスカートとかワンピースにブーツ合わせロングブーツ合わせるとなんかちょっと足首の見え方とかが可愛くて好きなんですけど、なのでねこんな感じのコーディネートをしてみました。実はねこのコーディネートそっくりなコーディネートをスタイルブックの方でもしていて、どんなコーディネートにしようって悩んだ時にちょっとそれ見返していたら、あこのコーディネートそういえばあったなって思って、スタイルブックの方ではスウェット合わせだったんですけど、ちょっと今回はこちらのニットの方でしてみました。という小話は置いといて、あとバッグですね。バッグは黄色のバッグを合わせました。モードっぽくはしたかったんですけど、なんかキャッチーな感じも入れたいなって思ったので、こういう感じで黄色のバッグをこれにはちょこんと合わせてみました。かわいいこういうバランス。なんかやっぱこのニットの長さが絶妙ですよね。短すぎず長すぎずな感じなので、フレアスカートでこうやって今合わせてるんですけど、切り返しのデザインとかもフレアスカートの広がりにちょうど合ってるんですよね。アウトスタイルで着てもすごく綺麗だし、むしろこのコーディネートはアウトスタイルが可愛いのかもしれないと今思いました。ワイドパンツとかをパサッと合わせるだけでもすごく可愛かったりするので、そうですねというような感じです。ということで次に行きたいと思います。こんな感じにしてみました。このコーディネートはちょっとニットからはね離れてしまうんですけど、フォーマルな日の格好も見たいですっていうコメントをいただくことも多いの でせっかくならって思って組んでみたコーディネートです。こんな感じでね、ネイビーのオールインワンですに、中はこういう感じでちょっときちんと感のあるシャツを合わせてみました。このシャツがすごく可愛くて、この袖のところがパールがついてるんですよ。こうやって下ろして着ても可愛い。やっぱりこの黒のパイピングとかがすごく可愛くてポイントにもなっておしゃれでいいなと思ったので、これをちょっとね合わせてみました。私はね結構パールアイテムが好きなので、パールのボタンとかあるとつい選んじゃうんですけど、なので今回もねこういう感じのシャツを合わせてみました。で靴とかですね、靴はこんな感じで茶色のヒールを合わせました。黒のヒールでとことんこう綺麗に着るのでもいいかなって悩んだんですけど、このオールインワンがネイビーなので、せっかくだったらちょっとその柔らかい雰囲気に合わせて茶色でも可愛いかなと思ったので、今回はねちょっと茶色にしてみました。でバッグはこういう黒いバッグを合わせてカチッとね綺麗に締めてみました。でアクセサリーはゴールドのピアスにしました。ゴールドでもいいし、パールのボタンに合わせてパールのねピアスとかでもいいかなって思ったんですけど、気分的にはちょっとやっぱゴールドを入れてピリッとさせたいなと思ったのでゴールドを選びましたです。私はフォーマルな場所とかちょっといつもよりかしこまった場所にするコーディネートはクラシカルで柔らかい感じで着るのが好きなので、このコーディネートはすごくタイプなコーディネートです。で髪型もこういう感じでちょっとストンとストレートで下ろして耳にこうかけてちょっとキュッとまとめる感じが可愛いかなと思ったので、ちょっとそんな感じでまとめてみました。ということで次のコーディネートに行きたいと思います。
よいしょ。はい、こんな感じにしてみました。これはですね、さっきも着ていたニットを着回してみました。今回はさらっとワイドパンツに合わせて着てみました。ついね、ルックブックを撮っているといろいろ組み合わせたくなっちゃうんですけど、だけどやっぱりね、このニットの形がすごく綺麗なので、これはさらっと着たいなと思ったので、こんな感じで組んでみました。でもリアルなことを言うと、秋冬になると私は本当にこういう格好が一番リアルで、パンツにニットをさらっと合わせるっていう格好を一番よくするので、なので私のこれはまあ毎日コーデみたいな感じかなと思います。今回のコーディネート、どれもブーツだったりとか、あとまあローファーとかヒールとかそういったものが多かったんですけど、このコーディネートはこんな感じでね、スニーカーを合わせてみました。今回の7コーデの中では一番カジュアルなコーディネートになったかなと思うんですけど、でも実際毎日のことを考えると、朝時間ない中で重ね着を考えるっていうのは時間も取られるので、やっぱりこういう風に1枚でもうコーディネートが完成するニットはもうやっぱりあるとすごく便利かなと思います。で、小物類ですね。小物類はこんな感じでメガネをかけました。で、バッグはこんな感じで黒のちっちゃめのバッグを持ちました。もう本当にこれはさらっとした感じの合わせにしたいなと思ったので、シンプルな感じのコーディネートにしました。はい、そんな感じです。皆さん、今日も見ていただきありがとうございました。今回はね、ロペピクニックさんとのコラボ動画だったんですけど、もう私の大好きなニット祭りプラス私の大好きなパキッとしたカラーですごくすごく楽しかったです。今回ね、たくさんカラーを紹介したんですけど、カラーによってニットの販売時期が異なるので、詳しくは概要欄の方からチェックしていただければなと思います。で、あとね、この QR コードを読み取っていただくと、ここから予約することもできるので、ぜひぜひこちらの方からも予約の方してみてください。ということで、今日も皆さん見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。